セリーグ最下位どこになりそう。阪神がこのまま落ちていくかもしれんし、交流戦だけかもしれんし、わからんな。中日やないかな。打線がつながらないし、采配がダントツで悪いから、ヤクルトの投手が結構頑張れてるのがね。あとは村上がまた目覚めてくれたら再開はなさそう。セリーグはどこの球団も不満というかストレスは溜まってそうだよな。今のところ広島が優勝に一番近そうだな。中日かヤクルトな気がする。中日は中田を5番と買いに分からんことするからな。横浜再開はなさそう。オースティン結構いいし、佐野が復調すればクラスもいける。巨人は坂本岡本があれで今3位だし、そこまで悲観的にならなくていい気するけどな。B クラスはありえるけど再開はない。中日なら3年連続再開というクソ暗黒みたいなケースになるから密かに期待してるわ。でも阪神より打線ひどいところないやろ。中日だって細川おるし、投手陣は中日強いからな。交流戦もトップだし、本当打線の組み方さえちゃんとしてればもっと強いはずなのに。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。